セコイアとは北米トヨタが製造するフルサイズスポーツユーティリティビークルである。トヨタのフルサイズ SUV として2000年に2001年モデルとして登場した。生産はベースとなったタンドラと同じ米インディアナ工場でアメリカとカナダで販売される。カナダでは1995年に撤退したランドクルーザーの後継的役割を担っている。 なお、トヨタで製造される SUV としては、ランドクルーザー100、200を抜いて、最大のボディサイズを誇るが、ライトデューティーな構成ゆえ、車両重量はそれらよりも軽い。2017年、アメリカの中古車情報サイトが多走行車の調査したところ、セコイアは、登録台数のうち5.6%が、走行距離20万マイル以上を記録しており、 アメリカにおける長寿モデルランキングで2位となった。2001年モデルとして2000年に登場。4.7LV8 の 2UG、FE エンジンや4足、AT、車種といった、根幹部品は、ベースのタンドラと共用するも、リアの足回りは、タンドラで標準のリーフスプリング、リジットアクスルとドラムブレーキから、コイルスプリング、マルチリンクサスペンションとディスクブレーキに変更され、 日常の乗用車的な乗り心地と性能を手に入れた。ボディサイズは、同社の上級 SUV である、ランドクルーザー100や、アメリカンフルサイズのシボレータほと比べても大きく、フォードエクスペディションに迫るサイズであった。グレードは、SR 5と、リミテッドの2種でそれぞれに、後輪駆動と四輪駆動を用意。2005年にマイナーチェンジを受け、外観が一部手直しされた。 メカニズムではトランスミッションが5速 AT になったほか、エンジンが VVTI 付きに変更され28、282PS となったが、最終型では燃費と低中速のトルク特性を改善した 273PS に変更されている。日本でも、一時期、セントラル自動車によって輸入、販売されていたことがある。二千七年のロサンゼルスオートショーで二千八年モデルとして、 発表され、2008年に発売された。ベースは、先代と同じく、タンドラであるが、今回もリアの足回りに関しては、リアマルチリンクサスペンションを採用している。また、今回のフルモデルチェンジを機に、エンジンには 276PS の 4.7LV、8-2UGFE に加えて 5.7LV8 の 3URFE が新たにラインナップされた。グレードは、 SR5、リミテッド、プラチナムとがあり、駆動方式に関してはいずれも FR と 4WD が選択可能である。エクステリアに関しては、タンドラ同様に押し出し感のあるフロントマスクとなっていて、より主張の強いイメージとなっている。インテリアに関しては、完全に新設計され、DVD エンターテイメントシステムや、Bluetooth 対応のカーナビゲーション。 スマートエントリーなどが選択できるようになった。乗車定員は SR5 が8人、プラチナムが7人乗りとなり、プラチナムには電動格納式の6、4分割式、リアシートが備わる。なお、タンドラ同様 4.7LV82UG、FE 型エンジンは2010年モデルから 4.6LV81URFE 型に変更されている。 北米市場専用車であるが、仙台モデル同様日本にも逆輸入されており、日本国内でも目にすることができる。ありがとうございます。